後半一組目のスタートです。いつもボランティアをやっていただいている森下さんと岡野さんです。はい、どうも。カレンちゃん2位タイ、2位だ。お今2位、おマイナス1、うん、お、トーナメントリーダー古谷翔太選手、3アンダー、とんでもないパットが入った2発入りました。あ、絶対入ったようなやつが2発入りました。ということで、あの有本組は頑張って押してください。はい、はい、頑張ります。いつも番組に出演してもらってる森選手です。ありがとうございます。ちょっと今日の成績いまいちです。はい、そうなんですよ、後半来た静香さん。一組目、もう一目トーナメント2位タイ、1アンダー。あのスコア見てないで言わないで、見てないから言わないで。なんだ、もう行っちゃいました。プレッシャーかけないといたい。緊張して頑張ってください。賞金眠いです。賞金ご飯食べてほかほかで眠いです。賞金持って帰ってください。賞金欲しいです。京都出身だったよな。はい、京都出身の有本カレン選手です。関西弁できないじゃん。アメリカに住んでる。後半の抱負は、後半の抱負ですか。楽しく頑張ります。一打一打集中できれば、はい、はい、集中できればいいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。リンゴルフ第4戦プロアマ、初のプロアマ、後半始まります。京都出身ですがアメリカ育ちで京都弁あんまり話しません。単独に1アンダー有本カレン選手です。本人あまり賞金がついておりません。優勝して金持って帰るぞっていうのがあまりありません。強い意志が。あのカウントバック頑張ります。最初からカウントバックと言わずに単独優勝を目指して、10番ホールティーショットになります。ご飯もお願いします。お願いします。ショー、低いドロー系のショットです。森選手です。後半は5アンダーだと本人は言ってました。ナイスショー。おいで。そこ打ちにくくないですかそれ。灰皿。お願いします。大丈夫です。緊張。ただまま。ボールがあれば。じゃ後半もお願いします。ナイスショー。ど真ん中。いよいよ後半スタート。トーナメントリーダー古谷翔太選手、後半に向けて髪型を整えております。ちょっと左引っ掛け気味、ですが左ラフちょっと距離が出ていません。今日はグリーン、左のグリーンですのでちょっと角度がよろしくないです。さあ和田選手、前半いいブンパーでした。右からドローがかかってフェアウェイ左、ナイスショットです。古谷選手
ちょっと左に引っ掛けてしまいトラブルです。グリーンは直接は狙えないのでフェアウェイに戻すチョイスしかありません。さあどのような攻め方をしていくのでしょうか。ユーティリティを持っています。お、かなり曲げたね。インテンショナルフック。ちょっと行方は分かりません。和田すみれ選手、ここも少し気にかかってしまいます。これもインテンショナルフックをかけてドローがかかってナイスオンです。ナイスショット。ナイスショットだったね今のは。よかったね。リア選手インテンショナルにフックをかけてグリーン右スピンまで約15ヤードの位置に来ております。デリケートな左のラインのウォッチショットになります。スッと上げてショートですがナイスアプローチでした。さあ和田選手、古谷選手のマークがを右にずらしました。ということはあまり曲がらないというふうにラインを読んでいるようです。さあバーディーパットです。ちょっと曲がりが弱かったようです。ナイスパー。マークを元の位置に戻してパーセーブパットに入ります。ちょっと右に外してしまいました。ボギーとなってしまいました。2アンダーです。11番ホール左のグリーンの方が簡単です。打ち下ろし池越え145ヤードです。筋ってます。ナイスショット入っちゃうんじゃないのね。おお、ナイスショット。ありがとうございます。ちょっと左に引っ掛け気味ですが距離的には左ラフです。なんと10センチでした。ナイスバーディー。ありがとうございます。古谷選手約10ヤード下りのスライスラインです。見事なアプローチです。ナイスアップアンダウン。ナイスセーブ。名物バンカーたくさんのフェアウェイが狭い12番ホールにやってまいりました。今日は正面のグリーンではなく、左グリーンなので少々攻め方が違うと思いますが、今日の2人はどのように攻めていくでしょうか。ちょっと右に出てしまいました。右に出てバンカーか右バンカーですが、角度的にはそんなに悪い角度ではありません。
さあ、古谷選手、選択、何を選択するか。3番か5番か、ウッドを持っております。なるべく、今日はグリーンが左なので、なるべく右サイドを狙っていきたいところです。フェアウェイ右から左へドローがかかって真ん中に第1ショットです。あれだけ距離が残っていれば木は問題ないと思います。私も初めてのこのホール左グリーンでしたが、ベスポジ的には200ヤード真ん中であれば、左側の木にターゲットラインがかかることなく狙えていきます。古谷選手、7番ウッドで180ヤード打ちましたが、できればあと15ヤードから20ヤードほど距離が出ていれば、超ナイスポジションだったと思います。古谷選手バンカーだと思いましたが、バンカー手前です。バンカーに入らない距離でのクラブを使ったそうです。ちょっとライがよろしくなく沈んでおります。さあ、このライうまく打てるか。うまく打ちました。ピンに向かって飛んでます。おお、入っちゃうよ。またナイスショット。難しかったのにライがナイスショット。お、筋ってる。おー、ナイスショット。バーディーチャンス。両名とも下りのバーディーパットが残っています。ここは上につけてはいけないホール。和田選手、非常に難しいバーディーパットです。かなり下ってます。パーセンテージで言うと 25% ぐらいか。ナイスタッチ、ナイスタッチ。うぅ、よく読んだね。今この辺まで来てるよ。入ってなかったな。素晴らしい、ナイスバーディー。古谷翔太選手、和田選手と同様に読み切れるか。これも激早下りです。激早下りのスライスライン、触っただけでいってしまいます。うわー、もう2人ともすごいね。お上手だね。よくできましただね。激速3パットのある下りのラインだよね。